歌え、ジャニス・ジョプリンのようには、2003年のフランス・スペインのコメディ映画、サミュエル・ベンシェトリ監督の長編デビュー作で、出演は、セルジ・ロペス、マリー・トランティニアン、フランソワ・クリュゼなど、夫の失態で大金を調達する羽目になった、平凡な主婦が、金作のためジャニス・ジョプリンの紛争をしたことから、新たな自分に目覚めていく姿を描いている。 現代は、ジャニスと、ジョンであり、ジャニスとは、ジャニス・ジョプリン、ジョンは、ジョン・レノンのことである。マリー・トランティニャンが彼女の最後の元夫で、監督のサミュエル・ベン・シェトリーと組んだ、ロックコメディであり、当時の交際相手のベルトラン・カンタの暴行が、原因で、本作公開前の2003年8月1日に、死去したことによって、彼女の遺作となった。共演者には、 マリーの実の父である、ジャンルイ・トランティニャンに加え、最初の夫であったフランソはクリューゼがおり、最初の夫と最後の夫と組んだという形になった。本作には、ジョン・レノンや、ジャニス・ジョプリンなどの曲が使われているが、ジョンの曲にはシナリオを気に入った。ノヨーコが無償で許可を与えるなど、低予算で揃えることができた。保険会社に勤めるパブロは、 ふとしたことから顧客であるキャノン氏の保険金を着服してしまう。しかし、早急にその損失を埋めなければいけない事態に陥る。そんな時、ほとんど会ったことのない自分のいとこのレオンが大金を相続したという話を聞きつける。金の無心を押しに、レオンの元に向かうが、昔から麻薬付けのレオンは、ジョン・レノンとジャニス・ジョップリンがいつか自分の元に、 現れるとの妄想の中に生きていた。そんなレオンを見て諦めかけるパブロだが自分の妻、ブリジットをジャニース・ジョプリンに俳優のアルテルをジョン・レノンに仕立て、レオンから金を巻き上げようとする。アロシネによればフランスの13のメディアによる評価の平均点は5点満点中3。発展である。ありがとうございます。